はい、皆さんこんにちは。今日は2022年の2月の連休前です。これから金土日と3連休が続きます。 DTM をやっている人には楽しい3日間になると思います。今日はバンドインなボックスのプラグインモードでとっても便利なことがまた分かりましたので、皆さんにお知らせをしたいと思います。一番上のところにバンドインなボックスのプラグインを入れてあります。これをクリックします。ここにコードが入っている方は一旦クリアをしましょう。ファイルメニューから新規作成を選びます。するとこのようなダイアログが出てきますので、ここでいいえをします。そして選択メニューからスタイルを選択を選びます。しばらくするとピックアップウィンドウが出てきますが、もし出ない方はこの画面の下のバーをクリックします。はい、このように出てきました。今日やりたいのは MIDI のタイプで勉強をしたいですので、 MIDI のタイプを選んで、そしてカテゴリーはポップを選びます。そして今 R が並んでいます。下の方に行きます。するとこのようにMIDIが出てきます。ここでモダンポップデイビッドというのを選びます。これで聞いてみます。はい、このような音楽です。これでデモソングを開くとすれば、コードも DAW の方に持っていくことができます。今まではこの OK を選んでたんですが、デモソングをバンドインなボックスのスタンドアロンと同じように開くこともできます。はい、このようにバンドインなボックスにコード進行も入ってくれました。そして MIDI のトラックが1、2、3、4、5、6、7、このようにあることがわかります。それではここで生成のカスタムから全ページを選択します。しばらく待つとこのようにトラックが生成できますので一旦閉じます。ここにはまだ MIDI の音源というのは出来上がってませんので、再生を押してもこのように何も音が鳴りません。では、ここでベースなどのMIDIを入れていくことになるんですけれども、今まではこれを DAW にドラッグ&ドロップしていました。今回お話しするのは、皆さんもかなり多くの方が使っていると思います、Tune Track 社の Easy シリーズをうまく使ってみる方法というのをやります。ここで、このウィンドウは少し端の方にやっておきます。そして、まずは Easy Bass を立ち上げます。はい。このように Easy Bass が立ち上がりました。これもピン止めしておきます。そうしまして、このバンドインなボックスの右下のところに C7 と書かれたコードをドラッグ&ドロップできるこのボタンがありますので、これを DAW にではなく Easy Bass に直接入れたいと思います。この時にリードインは切っておく方がいいでしょう。このようにリードインを切っておきます。そして3小節目から入れますので、3小節目にドラッグをします。はい、こうするとちゃんとコードが認識されました。ここでベースのフレーズを入れていくことになります。Replace MIDI というボタンがありますので、これを押します。そうすると画面が書き色になりました。ここでフレーズをチョイスします。はい。このように選択しまして、セーブチェンジというのを押すと、このフレーズが入ります。はい。
このようにフレーズが入ったわけです。そしてこれは一旦閉じておきます。この要領で Easy Keys にもデータを入れることができます。Easy Keys を立ち上げます。そしてピン止めをします。同じように C7 を入れてみます。はい。このようなダイアログが出てきますので、何もなくでも大丈夫です。Humanize MIDI というのにすれば、Humanize されたデータが入りますが、これはどちらでもいいです。Transpose MIDI というのは、チェックはいらないです。そこでインプットをします。すると、このようにコード進行も入ったわけです。今度は Easy Keys のブラウザーを開きます。自分がどれだけ拡張の MIDI パックを持っているかですけれども、このバラードというのを選択します。そしてストレートの4分の4を選択して、そしてこのように選びます。どんな感じのフレーズがあるか聞いてみましょう。じゃあこれで1番のフレーズを入れたいと思います。これを全体で良ければこれでいいんですけれども、もし一部分に入れたいというのであれば、その部分にだけ入れていくことになります。例えばイントロだけに入れてみることにします。すると、この楽曲では 1A というのが4小節ありますので、4小節だけ入れたいと思います。そうしましたら、ハサミでここで切ります。この4小節ですね。これにこれを入れたいときは、右クリックをします。そしてコピーを選択します。このイントロの部分でもう一度ツールを持ち替えまして、右クリックをします。そしてペーストMIDIというのをします。すると、このようにフレーズが入ったわけです。残りの部分もこのようにブロックずつにやるのがいいと思いますが、今回は作品を作るのではなく解説ですので、この2つ目のフレーズを残りのところに入れてみたいと思います。右クリックをしてコピーします。そしてこちらを選択します。また右クリックをします。ペーストMIDIをします。はい。このようになりました。でも、これではこの小節分の音楽しかありません。後で説明をしたいと思いますが、一旦ここでハサミで切ります。はい、このようにできました。これを繰り返すというのも悪くはありませんが、今はここで止めておきます。次に Easy Drummer です。ドラムにはコードという概念はありませんので、まずは Easy Drummer を立ち上げます。はい、このように Easy Drummer が立ち上がりました。そして、このドラムを入れたいと思います。はい。このように入力ができました。それでは、これがどんな音かちょっと聞いてみましょう。今、リードインはなしにしたんですが、ドラムはもう先ほど生成していたので、リードインがありました。言い間違いです。これを前の方にやりましょう。もう一度再生をします。はい。このようにドラムも入りました。シンセとドラムと、そしてここにはありませんでしたけれども、このように入力ができたということになります。クリーンなエレキギターというのもここで選択ができます。いろいろ方法があります。エレキギターというのはこのままドラッグをします。はい。このように入力ができましたが、
MIDI を少し確認してみましょう。はい、このような MIDI フレーズです。ギターのフレーズのように、ここがストロークになったりしていません。これではそんなにぎっちりした音はなりませんが、まずこれでやってみたいと思います。これには U ジャムを使いたいと思います。この VG スパークルを入れるんですけれども、この領域がどこになっているかの確認をします。C1 の領域から始まっていますので、これを全部オクターブ上げしたいと思います。すべてを選択しまして、これで C3 の領域以上になりました。これで演奏ができることになります。ちょっと聞いてみましょう。はい。次はエレキギターの2の方を入れてみましょう。はい。このように入れます。よく似た感じのフレーズです。これを大きくして確認したいと思います。はい。こちらの方は、ちゃんとストロークになっています。先頭がこのように、時間差でストロークされています。この場合でしたら、U ジャムのようなコードから生成するようなものはいりません。例えば、ここでアンプルギターを入れたいと思います。はい。僕は5つのアンプルギターを持っています。ここにギブソンの335があります。これをここに入れたいと思います。今、音源を読み込んでいます。はい、読み込みが終わりました。では、これをソロで鳴らしてみます。コード弾きのところを見てみましょう。このように案外綺麗に持ってくることができました。次はブラスセクションです。これをやってみましょう。ここでは IK マルチメディアのサンプルタンクを入れたいと思います。はい。このようになりました。ブラスを探してみます。はい。これを入れてみましょう。どんな音が鳴るか確かめてみます。モニターボタンを押します。こんな感じですね。じゃあ、これでやってみます。MIDI をドラッグドロップします。はい、このように入りました。どんな感じか聞いてみましょう。はい、ブラスが入りました。そしてメロディーとソロがあと残っています。メロディーはシンセサイダーに演奏してもらいましょう。この二つ目のトラックに入れてありますので、これをドラッグドロップします。はい、ちょっと音を鳴らしてみます。はい。こういう音ですが、U ジャムのシンセでちょっと音を作ってみましょう。シーケンサーと、そしてフィニッシャーはオフになっています。これでシンセの音だけ作っていきます。
ここにあるプリセットでいいのがないか確かめてみましょう。ここでリードを選びます。そして音色を見てみます。はい、こんな感じのアルペジオですが、これをアルペジオなしにしてみます。シーケンサーはカットしておきます。そしてフィニッシャーもカットします。もう一度確かめます。はい、こんな感じですが、もうちょっと甲高い音にします。じゃあこんな音にしておきます。一度鳴らしてみます。はい、こんな感じです。次はソロを入れていきます。ソロはサックスで入れてみましょう。サックスの音源を入れます。これはフリーウェアです。ソプラノのサックスです。じゃあミディをドラッグします。はい、このようにサックスが入りました。ではちょっと聞いてみましょう。はい、このように鳴らしてみました。これで全ての楽器が入ったわけです。ここからミックスをしてみましょう。ゲインステージングをするために VU メーターを入れたいと思います。はい、一つのところに入れました。スケールを18にしておきます。そしてこれをオープンさせておきます。はい、このようにできました。これを他のトラック全部にインサートします。こういう時は全部を選択します。そしてこれを一つのところにこのようにコピーします。はい、出来上がりました。じゃあやっていきたいと思います。はい、OK です。次行きます。ベースを行きます。はい、次はピアノを乗せます。はい、はい、次はギターを行きたいと思います。鳴らしてみます。はい、じゃあ次です。次はこちらの335のリズムギターを入れたいと思います。下げます。はい、そして次はブラスセクションです。ちょっと見てみましょう。はい、そして最後はサックスのリフです。
はい。これでゲインステージングが揃いましたので、一旦ソロを切ります。そしてドラムから乗せていきたいと思います。ベース乗せます。リズムギターを乗せます。じゃあ次はユージャムのリズムです。そして次は本セクションを乗せていきます。ピアノです。じゃあ最後にソロを乗せたいです。そしてメロディーを乗せます。ここはちょっとインサートを入れてありましたので一旦切ります。そしてメーターだけ出します。はい、そうしましたら本来ならここで EQ などをチェックしていくところですけれども、今日はそこまでやると時間がかかりますので、リバーブだけ入れていきたいと思います。リバーブも一応全部に入れます。リバーブのいらない楽器を切ります。皆さんは聞きながらやってくださいね。僕はもう大体のイメージでリバーブ感は分かっていますので、このように音も聞かないでやっています。慣れてくればざっくりはこのようにもできます。
はい、これで聞いてみます。はい、細かいところはヘッドホンもせずに合わしましたので、バランスはどうだったかまだはっきり確認はできていませんが、こんな感じでミックスをしていきます。これだけの動画を作るのにもゲインステージングはしっかりさせていただきました。これはもう最重要課題ですので、必ずゲインステージングは行ってからミックスをする。そうしましたら、そんなにですね、このフェイダーが山あり谷ありになることはないですね。大きくして見てみますが、こんな感じです。こっから、こちらはですね、いらないファイルですので、こっから後ろだけ見ていただいたら、そんなにね、ボリュームフェイダーが上下していることはないです。はじめがきっちり合っているからですね。皆さんもゲインステージングは大事にして、そして、この便利なバンドインなボックスを最大限活用してやってみましょう。最後まで仕上げたものの、一番言いたかったのは、このバンドインなボックスでコードを書き出したり、そしてスタイルからこのようにコード進行を自動で入力する。そこらのところを一番話したかったので、まあミックスはおまけのようなお話でした。ご視聴ありがとうございました。村長でした。